さあ東洋太平洋フライ級タイトルマッチ第1ラウンドのゴングが鳴りました。勢いよく飛び出しました。両者白いトランクスを履いています。左足左手を引いて構えてサウスポースタイルが日本マツダジムのチャレンジャー中野博士、働かジムですね。あ、失礼しました、はい、働かジムのチャレンジャー中野博士、そして右手右足を引いて構えているのがチャンピオンフィリピンのメルビン・マグラモです。両者それほど身長差はありません。ヤクシーさん、はい、まずはこのインサイドの打ち合いどこで始まるかというところですけれどもね、うん、そうですね、どういう出方をしてくるのかっていうのは大概あると思うんですよね。中野の結構冷静ですよ。はい、現在両者背中を向けていますが、現在背中を向けているこの金髪の選手が畑中ジムの中野博選手、東洋太平洋フライ級タイトル第5位であります。デビューから2年半の成績が11戦戦って11勝負けなし、8つの KO を誇って KO 率は 73% という、左のボクサーファイターであります。もうちょっとはですね、右の前の手を使って、右に回ってた方がいいですね。はい、はい、一方対するチャンピオンのフィリピンのメルビン・マグラモ、こちらはデビューから9年半のキャリアを誇っています。44戦戦って29勝13敗、2つの引き分け、 KO 率は 62% と、こちらは右のスラッガーファイターと自分のこと言ってましたね、うんうん、なるほど。これはどんなタイプですか、スラッガーファイター。そうですね、相手もね、この選手って相手に合わせてね、はい、結構もう雑になったりとか、こうアウトボックスとかするとかっていうタイプだと思いますね、僕は。はい、はい、聞いてしまった、ね、ちょっと中野下がっています。オープニングヒットはチャンピオンの右でした。ガードの間から入りましたね、はい、はい、ああいうパンチを打ってくるからちょっと怖いんですよね。そうですね、うん、第1ラウンドが始まってからずっと中野が追ってって距離を、もう相手がこう下がって詰めていくっていうところがありましたけどもね、今みたいなパンチは予期せぬところのパンチですから、この選手マグラモ選手だからこそ打てるパンチなんですよね、はい、逆に言ったら。杉田選手いかがですか、今の右。そうですね、ちょっとまだ中野さんちょっと緊張しているかなって感じで、はい、うん、まだちょっとエンジンかかってないですね。オープニングヒットはチャンピオンの右でした。まあもう薬師さん、はい、どんなタイトルマッチでもやっぱり緊張はするでしょう ね、 そうですね、特にこういうタイトルかかったね、タイトルマッチだとどうしてもこう力が入ってしまったりとか、オープニングでこういうパンチもらってしまうと、うん、また右です。経験がないとちょっとね、試合がちょっとギクシャクしちゃう時あるんですよね。第1ラウンドからチャレンジャーなんだから、ヒロシャをどんどん前に行かなきゃダメだということを言っていましたのは畑中会長です。うん、もっともっと右使っていきたいですね、はい、はい、相手のやりにくいようにやりにくいようにやってほしいです。一方中野選手、この試合のポイントは自分の左ストレートと左のアッパー、これがどのぐらい当たるかだということを言ってましたね、うん、まあそれにも先にやっぱり右を当てないと、そうですね、いきなりの左っていうのは当たらないですからね。オープニングヒットは右のストレート、チャンピオンのメルビン・マグロノ でした。第1ラウンドが終わりました。改めて今夜の放送席をご紹介します。私のお隣、解説は元 WBC バンタム級チャンピオン薬師寺野生さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。そしてもう一方、ゲストとして同じ畑中ジム中野選手とは同僚でもありライバルでもあります、日本スーパーフェザー級前チャンピオン杉田隆平選手をお招きしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、立ち上がりいきなりチャンピオンの右がヒットしましたね。そうですね、だからこれでリズム狂わせなければいいと思うんですけどね、はい、はい。この後どうポイントを取っていくか、そのあたりが注目されます。画面右側が名古屋畑中ジムのホープ、フライ級東洋太平洋では5位にランキングされていますチャレンジャーの中野博士です。ヤクシーさん、はい、ちょっと序盤まだペース進めてませんね。だけど多分ね、このマグラモっていうのもね、最初だけでもうちょっと中盤後半になってくるともうちょっと慣れてくると思うんですよ。だからこっからエンジンかけていってほしいですよね、あのの方がね。第3ラウンドが始まっています。ここまで序盤のペースは完全にチャンピオンのマグラモの方であります。おっとおっと、右のストレート、このいきなりの右をもらってしまいますね。カウンターも打てるんですよね、はい、決してスピードのある選手じゃないんですけど、今みたいなゆっくりのカウンタータイミングずれてくるから、はい、おっとここでレフリーが止めますが、うん、多分ローブロー、あー注意でしょうね、うん、ちょっとロー低いんですよね、はい、あ2回目の中国ですから次で減点ですね。あ、そうですね、はい、しかしいかにもやりにくそうというか、そうですね、だから、うん、日本人にはいない選手です、スタイルですよね、ですね、はい、いや、またこの左の右です、うん、これを第1ラウンドからずっともらっています中野博士。中野のいいパンチというのは第2ラウンドにストレートが、うん、左のストレートが当たりました。もともとが左のボクサーファイターであります中野、インファイトもできるんですが、うん、相手の懐に飛び込んでいくタイミングもまだ掴めていないような感じありますね。
チャンピオンもこのマグラマの方のパンチがワンテンポ遅れたりする場合があるんで、それでちょっと不意打なパンチ食らっちゃうんですよね。ロープ際追い詰めていってもこうやって逃げられています。頭左右の連打、まあ、頭低いですけどお互いですねこれは、はい、身長差はほとんどありません。若干中野の方が背が高い160センチ。そしてアマタバッティングの注意ですね。これは減点ですか。ワンポイント減点です。チャンピオンのメルビン・マグラモがバッティングによりワンポイント減点されました。ちょっと頭からいってますね、はい、さあ中野この辺りからペースを取り戻してほしい。ロープに追い詰めた。右のジャブ軽く振ってきましたが当たってはいません。左のストレートコーナーポストを打ちめた。さあこれ左ボディです。左ボディもう一回打つ。さあ中野の右フックを絡めてないとか、しかし左ボディを打っています。もっと細かいの打ちたいですね。ちょっと振りが大きいですか。そうですね、あの、はい、下から上から下って返すように小さいパンチでいいんで、はい、あの一発で倒そうと思わずにね。青コーナー自分のコーナーサイドに打ちめてきましたが、もう一つ中野のいいところ押してるストレート踏みてもらいました。チャンピオンのメルビン・マグラも右フックを返していきます。中野、うんしかし体をつけてきます、ボディがね、うん、はい、この試合では左ストレートの左のボディがどれだけ当たるか、それがポイントになると言っていました。中根らしい、いや左ボディが入りました。今いいのが入りましたね杉田選手、あのボディを欲しいですね、はい、しかしタイミングを遅れながらも的確にパンチを当てていきます、うん、メルビン・マグラモ中野の左が入りました。左クロス左ストレートロープを背負いながらもマグラモに対して何とか必死にパンチを出していきます。中根博です。金髪のサウスポーが日本畑中ジムのフライ級のホープ中野博、現在東洋太平洋フライ級第5位、対するチャンピオンメルビン・マグラモフィリピン40、これが5試合目というローレンダボクサーです。第3ラウンドが終わりました。試合は第6ラウンドに入りました。ヤフシーさん、第5ラウンドのはどう見ましたか。そうですね、まあ、ちょっとローブロー気になるんですけども、はい、左最後ラッシュしてましたけどチャンピオンの方ですね、うん、だけどそんなにフックパンチはなかったんでね、はい、まだ心配ないと思うんですけど、あ、さっきのラウンドの終わりみたいに合わせて打っちゃうところ得意ですからね、はい、本当だったらこうアウトボックス気味に中間距離で中野は打ちたいですね。右を突いて距離を取って、そして得意の左ストレートで相手を仕留めたいところ、うん、でそこからの連打というのがね、そうですね、中野のパターンですけれども、うん、右もらいました、今みたいなの飛んできますから、はい、気は抜けないですね。中野左を返して、そして右を返しました。左から右を、さあボディに詰めた中野東、仕留めるのか、仕留めるのか、中野ボディを打つか、いやしかしここだ、この辺は上手いチャンピオンメルビン・マグラも体をなんとかこうくっつけています。そして距離を取ります。うまくコーナーを出しました。しかしまだロープを背負っている。館内2000人のお客さんからはヒロシコールが起こっています。名古屋国際会議場イベントホール、 あんまり焦っていかない方がいいですね、はい、頭も怖いですから、かえって自分があのバッティングで切ってしまう恐れがありますからね。右目の上を少しこのかすった程度という情報が入りましたけれども、はい、これはまあ心配ないでしょう、はいはい、左ストレート、うんうん、あそこが返しが欲しいですね、はい、左右の連打、左ボディ、このコンビネーションです、うん、このコンビネーションを中野は練習してきました。左ストレート、うん、この左は当たっていますね、薬師さん、単発なのがちょっと気になりますけど、あれをダブルもしくは右返すっていうのが欲しいですね。杉田選手、おそらくセコンドからもそういった指示が飛んでるでしょうね。はい、そうですね。左ボディです、はい、右アッパーもらいました。しかし左アッパーを返しています中野。両者とももうボディラインの非常に接近した打ち合いになっています。左ボディ打ちました。右マッパーはブロック、うん、さあ中野はっきりとこのラウンドを取ったというラウンドが欲しいところ。そうですね、徐々にペースは掴んできているような気がしますけどね、はい、右を少しもらいましたが、この頭をつけて前進、右をクロス突っ込んでくる、この前進を何とか止めたいと言っていたんですけどもね、中野選手もね、もっともっと右フック使って回したいですね相手を。はい、今この両者の回り方はどうですか。そうですね、ちょっと周りが逆っていうか正面に立ってる気がするんですよ。左ストレート、さあロープに詰めた中野、チャンピオンをロープに詰めるか。この辺りはしかしチャンピオンもうまい、おっと右が当たった。さあコーナーポストに追い詰めた中野連打、中野連打、中野連打、館内から大きな拍手が湧き上がる。東洋太平洋のタイトルに向けて若い中野博士連打を見せました、
ロープに、ロープに詰めるか、チャンピオンのマグラモは少し手数がなくなってきたが、中野細かいパンチですが連打連打、第6ラウンドが終わりました。第8ラウンドを迎えます。薬師さん、はい、明らかにチャンピオンの動き落ちてきましたね。そうですね、ちょっとラウンド終わってからも意味不明な行動をするんで、はい、もうちょっともうぼーっとしてるんじゃないですかね。それから減点は結局与えられてませんかね。そうですね、あれから減点はないですね。ないですね。もう確かに頭低いのは明らかなんですけどね、はい、そして中野選手の方も左のショートとか左のフック、こういったパンチが当たるようになりましたね。ロープに詰めた。だからこのこういう打ち合いをなるべくしない方が、はい、うん、もらえますからね、今みたいに。もらえますね、はい、右アッパーもらっています。右のスイングローもらっています。もうなんか頭の上からパンチが出てきますね、チャンピオンのメルビン・マクラモ。オーバーハンドルいきますから、はい、杉田選手、この距離は中野選手にとって良くないですね。うん、そうですね、あそこはでもボディ欲しいですね。どうせ詰めるならボディが欲しいですね、はい。さあリング中央、明らかにマグラモの動きは鈍ってるんですが、さすがにタフで、うん、彼女の左ストレート、左が当たりました。中野宏、この左のクロスが好き、非常に自分の得意なパンチとなります。さあ右上げました、最初のパンチも徐々に当たり始めました。中野宏、中盤以降は中野のペース。東洋太平洋のタイトル、中野が手にする初めてのタイトルになるのか、メルビン・マグラモ手が止まるか。おっと、明らかにペースは落ちてきています。中野も苦しいでしょうが、チャンピオンも苦しいですね、薬師さん。そうですね、もうだから息上がっちゃってますから、見てたら、はい、中野の方がもうちょっと冷静にいってもいいと思いますね。そうですね、はい、畑中会長はメルビン・マグラモの試合を見て、はい、休むのが非常にうまいチャンピオンだなってことを言ってました。さあ、ロープに詰めた、細かいパンチを出していきます。正面から打っていくのか、いや、逆にチャンピオンが手を出していく、こういったところですね。そうですね、スタミナ残ってるのか残ってないのか分かんないですからね。分からないですね、はい、でパンチももともとそうある方ではないんで。そうですね、手打ちですね、このチャンピオンは。6発出して2発当たるかというそのぐらいの確率かと思いますよ ね、 そうですね。しかし中野の表情もだいぶ苦しそうになってきました。相変わらず必要に左右のボディを打ってきます。右のスラッガーファイターと自らのことを称していましたチャンピオンのメルビン・マグラも頭を低くして突っ込んでいきます。伊藤さん、はい、だいぶねマグラモの動きが悪くなったんですかね、狙っちゃいかんと、しつこくいけというシーンです。うん、青コーナー塩見圭一アナウンサーでした。伊藤さん、はい、チャンピオンサイドですが、はい、こちらも苦しいなという見方をしていますね、三笘に対して。中野宏がリング中央、さあチャンピオンの顎を捉えるか、うん、おっとフローレだ、ここだ、ここだ、中野一気にいけ、一気にいけ、もうすぐだ、タイトルはもうすぐ、左ストレート、左ストレートが鳴った、チャンピオンはもうすぐだ。中野宏が、中野宏が連打を見せました。いや、聞いてるのか聞いてないか分かんないですね、これは。そうですね、ずっとこんな感じですもんね。しかし細かい連打、おっと手が止まったが、いや手を返してくるメルビン・マグラモ、さすがはベテランです。手切りましたね。ここで第8ラウンドが終了です。試合は第9ラウンドでやりますが、おっとまだセコンドアウトしていません。チャンピオンまだ気づいていません、ゴングに気づいていません。こうなると思う中野、一気にこのラウンドで決めたいところ。第9ラウンド、さあコーナーポストに詰めた、しかし手は出しています、メルビン・マグラモ。ご覧のようにパンチ力とスピードでは断然に中野の方が上なんですけれども、あ、ここで一旦ニュートラルコーナーに下がります。おそらく傷のチェックでしょうね。ドクターですね、ドクター、はい、コミッションドクターが呼ばれます。メルビン・マグラモの傷の程度がどのぐらいでしょう、ヤクシーさん。結構ね、止まんないような感じがするんですよ。はい、眉毛の上ですね。そうですね、はい。でこれが目の本当に上なんで、あ、大丈夫ですね、です、はい、試合再開となります。第9ラウンド、さあ大きなスイングブローを振っていますが、しかし血は止まっていませんね。止まりませんね、はい、今見てたら薬塗ってなかったですから。あ、そうですか。カットマンが来てないですね。そのあたりセコンド陣もちょっとチグハグというか、そうですね、息が合ってませんでしたね。伊藤さん、はい、チャンピオンサイド味方もですね、かなり深いなということで認めてますね、怪我の具合、はい、で先ほどまで具体的な指示が飛んでいたんですが、だんだん精神的なこう気力で頑張れと、そういった指示に変わってきています。チャンピオンサイドのレポーター宮部アナウンサーでした。右目の上が赤く血が出ています。伊藤さん、はい、中野サイドです、今こそ基本だと、はい、それから先ほどのラウンドは狙っちゃいかんという話だったんですが、もう狙ってもいいという話です、はい、ゴーサインが出ましたか、はい、はい、チャレンジャーサイドは塩見圭一アナウンサーです。ただこれゴーサイン出すにもタイミング難しいですね。そうですね、
だからちゃんと元気ありそうなんですけどね、顔真っ赤ですね。ところがこうやってあの後ろによろよろとよろめいていますね。だからアウトボックスもできそうな感じがするんですよね、はい、まあ、ちょっと基本はなってないですけども、しかしかなりこれ血の量はひどくなってますね、怪我の程度は ね、 杉田選手、はい、目に入ってますね。あ、目に入ってますね、はい、さあ中野がどこでラストをかけるか。いや、チャンピオンも左右の連打を出していきます、うん、やりにくそうですね、杉田さん。そうですね、でもチャンスですからね。さあ、しかしコーナーポスターでこういった詰めてるのは中野の方、チャレンジャー、今こそチャレンジャーのこの魂を見せどころ。チャレンジャーがいかにもこの勝者らしい勝者でありたいと言っていた中野博史ですが、しかし今日はなかなかこの自分のパンチを出さない。お、左、いいの当たりましたね、当たりました、いいの当たりましたね。ちょっとノートに沈んでいます、チャンピオンのメルビン・マグラボ。ここはメルビン・マグラボ表情が変わった。残り1分です、第9ラウンド。アッパー出したいですよね、下からね、下からアッパー突き上げて起こして、はい、なんとか上体揺らして、チャンピオンはもうパンチを振るのが精一杯。中野が、中野が追っていく、うん、ちょっとチャンピオンの方も手が出なくなりました。 手は出してるんですが、うん、腰の入ったパンチはないですね。そうですね、中野、はい、もっとあの相手見て打てますよ、はい、あとはもうこれ狙っていいんだという、まさに KO のチャンスが訪れています、第9ラウンド。しかしこの辺はさすがにタフで頑丈な歴戦の勇士、ね、メルビン・マグラも倒れません。左アッパー使いたいですね、あの中野の方は。左アッパー、左右の連打です、左ストレート、右の返し、左が当たる。さあ中野がこのラウンドはどうだ、第9ラウンドが終わりました。試合は第10ラウンドで入ります。何か面倒くさそうに体を起こしたチャンピオンのメルビン・マグラモ、一方青コーナーから自分からこう足を前に出してチャンピオンを追っていきます、チャレンジャーの中野博史。いつでも KO しそうなんですが、なかなか倒れそうにもならない。そう、これがやっぱり44戦、はい、敵地で戦い抜いた、ね、なんでしょうね、こう力経験でしょうね、はい、このキャリアが一番怖いと言っていました畑中会長です。もう頭をつっかえ棒のようにして相手の動きを止めて左右の連打。でも僕思うのは、はい、すごくいい経験になったと思いますね、この試合中野博史にとっては。そう、上に狙う、ああまた注意ですか。注意ですね、注意が当たりますね、バッティングの注意です。そのいい経験と言いますと、そうですね、やっぱこういうラフな選手もいるなっていう、で12ラウンドやり抜いたんだっていうので、僕は逆に12ラウンド戦ってほしいですね。そうですか、はい、でもその戦い終わった後にできれば OKBF のチャンピオンになってほしいですね。そうですね、ポイントでは勝ってるような気がしますよ、ここまでの採点では、はい、両陣営はどう見てるでしょうね。そうですね、はい、リング中央、さあ中野の連打、右服、右服効いています。明らかにチャンピオンの動きは鈍っています、ただ手を出してるだけ。うん、なんですけどあれがねちょこ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 当たるんですよ、はい、左のストレート、左のアッパー。今のあの10点マストラウンドシステムでは、はい、手を当てた方が勝ちみたいなところもありますからね。なるほどね、あ、怖いですね今みたいなパンチはね、はい、振りにもらってしまいます、はい、中野、しかし左のクロスを返しています、左ボディ。杉田選手、はい、このラウンドはボディ出てますね。そうですね、あともっとくっついたら細かく打ってほしいですね、はい、うん、左ストレート。さあまた動きが鈍ったか、いやしかし中野も少し疲れている。杉田選手、中野選手どうですか、表情は疲れてますか。でもまだ大丈夫ですね、まだ大丈夫、はい、スパーリングで1日8ラウンドやった時はもう8ラウンド違う。左ストレート、両手で大きく入った。さあこれ KO のチャンスか、決めるか中野、決めるか中野。いやまだ、しかし中野の上に大きく首が跳ねた、首が跳ねた、中野の左、中野の左です、中野左ストレート、もう豪快に混ぜています、中野博史。小さく左右の連打、 OPBF のタイトルを取れば世界ランキングにも入ります、中野博史プロ12戦目、これが12戦目、初のチャンピオンになるか、チャンピオンの時間が近づいてまいりました。あとはもうマグラムをどうマットに叩きつけるかだけ。もう残り時間ないですから行きたいですね、はい、このラウンドも残り10秒、両者のトランクスは真っ赤、血で染まっています。第10ラウンドが終わりました。
最後はどつき合いになるんじゃないか、そんなことを戦前畑中会長は語っていました。その通りのまさに肉弾戦といった感じになってきました。ヤプシーさん、はい、もうあと中野選手に期待することは。はい、そうですね、もう本当に打ち負けないことですね、ここまで来たら、はいはい、杉田選手はいかがですか。そうですね、あとは中野さんのクソ根性で行ってほしいですね。そうですね、はい、根性だったら絶対負けない自信があります中野博士。たとえ高校は3日で辞めても、しかしボクシングだけは辞められなくなりました。その魅力にすっかり取りつかれています。そしてチャンピオンになる日はついに時間が近づいてきたかもしれません。第12ラウンド最終ラウンド、もうあと2分以内にはこの試合も終わってしまいます。はい、もう本当にいや、イランパンチをちょっともら、ね、もらってしまうとか、そうですね、ね、ちょっと気になるんですけども、はい、もう最終回ですから、はい、チャンピオンにもっと細かく連打出してほしいですよね。外から振ってくる、まさにスラッガーファイターメルビン・マグラも本当に老練なボクサーです。さあ中野が押された、押し返すか、中野突進を止めるか、中野11ラウンドからチャンピオンがまた元気を息を吹き返してきました。メルビン・マグラも、伊藤さん、はい、チャンピオンサイドですが、やはり判定ではまずいと、一発を狙っていけという指示が出てました。この一発です、右のスイングブロー、うん、これは1ラウンドからずっともらっています中野博士。しかし手数で連打でなんとか中盤ペースを取り戻しました中野。最後は11ラウンドからメルビン・マグラモがもう一回息を吹き返して、最終迎えた12ラウンド、もう両者の本当にぶつかり合いになっています。もう今の右しか狙ってないですから、はい、だから逆に考えてやりやすいんですけどね。どうしたらいいんでしょう。そう、もうだから本当に中野は自分の右の手の方に回って、はい、前の手をもっとたくさん使えばもう勝てますよ。相手の右側に回り込んですね。そう、あれ、これだけなんですよ、はい、これ一発だけですから、はい、狙ってるのはこれしかないですから。しかし中野下がらずに前に突っ込んでいく、ロープに詰めた中野博士。お、さあアッパー突き上げたいですね、アッパー、はい、ポストに詰めた、左右のボディを叩き込む。マグラモも体を入れ替えてなんとか自分のペースに持っていこうとする。両者頭を突き合っての激しい打ち合い、まさにどつき合いであります。右、このいきなりの右です、うん、これだけ気をつけたいですね。もう対応する力残ってませんよ、はい、あのチャンピオンには。そうですね、はい、中野にはチャンスです。畑中ジムには3つの教えがあります。恐れずにまた一歩前に行け、そして2つの拳で切り開け、流した汗に胸を張れ、まさにその言葉が今ぴったりのソウルボクシングを戦っています中野博士。ロープに寄せ寄ったチャンピオンメグリン・マラウマ、うん、さあ青コーナーに追い詰めた。中野が試合を決めるのか、残り15秒だ。さあ中野もう休むな、頑張れ中野、うん、もう息止めていかなかったですね。ベルトはもうすぐだ、残り10秒切った、残り5秒、倒れるな中野、手を出せ、休むな。試合終了です、試合終了です。東洋太平洋フライ級タイトルマッチ、この試合の行方は判定に持ち込まれました。ただいまの採点をお知らせいたします。デビッド・チェン117対112中野、リチャード・フローレンス114対114、ジャッジ伊藤117対113中野、中野勝ちました、中野勝ちました。ついに東洋太平洋フライ級のチャンピオンベルトを手にしました。チャンピオンになりました中野博士、よくやりました。おめでとうございます。ありがとうございました。ノックアウトするかと思いましたけれども、さすがにチャンピオンも最後は頑張りましたね。そうですね、やっぱりキャリアとか終盤でもやっぱり自分が前に出ててもコツ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 軽いのうまくタイミングで当てられてたんで、はい、入るきっかけをちょっと失いかけた場面もあったんですけど。チャンピオンになった今の気持ちいかがですか。それは今終わったばっかりなんで実感はもちろんないんですけど、いや、もう本当に嬉しいです、嬉しいですそれはもう嬉しいです。いや、まだまだスタミナも技術的なこともまだまだなんで、東洋一弱いチャンピオンですね。次はこの間よりもあいつは強くなったなっていうような試合を見せたいと思います。よかったら皆さんまた応援してください。どうもありがとうございました。おめでとうございました。見事に新チャンピオンになりました中野博士選手でした。いやー、ヤクシーさん、壮絶な打ち合いの末の、はい、そうですね、そして新チャンピオン誕生でした、うん、でもね、一番本当にいい経験になりました、これが。と言いますと、中野にしてはもうこんな選手世界の舞台であったら
ね、びっくりしちゃいますから、そうですね、こういう練習の段階でやっとけばもう十分です。はい、OPBF のチャンピオンと言いますと慣例として WBC の10位前後にランキングされます。もうこれでね世界ランカーですよ。はい、杉田選手、はい、ジムのライバルやりましたね。そうですね、僕も負けないように頑張らないといけないですね。まずは12月12日に復帰戦があります。はい、